6月29日土曜日の午前からお昼にかけて、第3中学校の体育館にて第14回フレンドシップコンサートが開催されました。主催は袖ヶ浦公民館地区学習券会議です。長篠市では市内7つの中学校区をもとに学習権を形成しており、市内の公民館が事務局を担っています。 コンサートは各学習研会議ごとに音楽の街、とりわけ学校音楽をテーマに開催されています学習研会議のメンバーは町会自治会や市民活動団体等の代表者や役員で構成されていて今回は第三中学校区に所在する袖ヶ浦子ども園 袖ヶ浦西小学校袖ヶ浦東小学校鷺沼小学校第三中学校の音楽活動のお披露目の場として会場内で地域の方々保護者関係者の皆さんを合わせた大勢と一緒に楽しく盛り上がっていました。